ごいな、すごい息で格闘してるな。新たな爆技見つけたんじゃない？低く見積もればよかったかもしれない。鉛筆政権ぶっ壊した時みたいに。はい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、シャングリラ・フロンティア第14話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたシャンフロですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第14話後半クール入っていきますよということで、相変わらずウェザエモン編が続いている志願より愛を込めてということで、まあ前回せっちゃんにお話を伺いまして、まあなんかせっちゃんとこの世界の話をしたりとかして、いろいろと気になるよ、ユニーク同士でやっぱりつながりがあるのねみたいなところで、まあやっぱりこの世界の根幹になりそうな情報が出てきたんだけど、やっぱりちょっとよくわからないよっていうところで、まあまあまあそんな感じで世界についてはよくわからない。でもとりあえずウェザエモンを倒していかなきゃいけないから、とりあえずなんかなんだっけ、便秘だっけ、便秘をやってあのバグに慣れていこうというか、あの超判定の技に慣れていこうっていう流れだと思うので、今回も楽しんでやっていきましょう。どういう風に攻略していく？それでは見ていきましょう。よーい、スタート。ゲームが存在する。3000万人を シャングリラ・フロンティア。なるほど。ひずとめ楽郎、シャングリラ・フロンティアに挑む。ドゥンドゥン。さあ、オープニングは変わる？ OK、 レッツゴー。 OK、 おお、オッケー。おおいいね、音抜いてくるね。おお、いいね。割とウェザエモン戦は近いらしいんでね、ちょっと楽しみっすね。うおお、バッシュ。ああ。うぅ。せっちゃん。おう、ウェザエモン。おう。あい。あい、あい。おう、かっこいい。Danger. I see.わお、なんかペールライダーみたいな感じ。いろいろ召喚する系なのかこれ。さあ、あら、知らない子、また新たな子が出てくるわけですね。いやー、デンジャー。おお、また変わってる装備が。さあさあ、プチッとプチッとな。ドラゴンフライだっけ？さあ、さあ、明らかにバグ、判定がバグってる。オラ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 、吹き飛ばした。意外とこういうバグゲーって新規プレイヤー出てきたりするよね。イアイフィスト流。ああ、二先で。いいな。バグトゥード。ああ、でも、バグを楽しんでる。いいね。なんか、バグゲーの RTA が定期的に流行るように。それに見せられてきた人なのかな。さあ、お、避ける、適応してる、ずらしてる、座標ずらし、ヨーヨー。うん、そうね。
割と、なんか、クソ判定の攻撃に対応するためみたいな。早い。被験者食らった。おう。後付きが大きい。なるほど。バグでコンボをつなげる必要があると。当てたら、わお。すごいな。早い、押される。ガードが崩れる。すごいな、すごい息で格闘してるな。どうする？近づく。ヤイフィスト。あ？なんだ？何その動き？被験者、また？え？なんか、ねえ、二重の極み？え？やばい、食らってみる。すげえ、新たな爆技見つけたんじゃない？ほう、威力倍になるのかな。おお、パイルバンカー。おお、あー、なんだろう、バグの検証？あら、ってことは名前つけられんじゃない？だいたい文化的にはそうだよね。 RTA とかだってそうだもんね。技名、二重の極みにする。ねえ、再現ができるといいけどね。お、マジか。どういうバグなんだろう。お、お、あ、ドッペルゲンガー。ああ、確かに。まあでもこれ関係のバグじゃないってことだもんね。まあこういうバグゲーは愛されるよね。おう、ベルセルクオンラインパッション。あ、便秘。いいね。すごいな。めちゃくちゃなゲームだな。あ、AI なんだ。いいね。お？カツオくん？カツオくんのバグ技を伝授。さあ、一方その頃。あ、レベリングか。レベル上げ頑張れ。やばいやばいやばい。格下げされちゃう。
やばい、煽られ続ける。あら、頭。あ、そうかそうか、釣りやってきたっつってたね。さて、シャングリアフロンティア。バッシュさんに面倒し？あら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 。新年、縁起のいい。縁起のいいキャラを見つけてしまったわ。元気ですわ。うん。走り方かわいいな。まあそうね。スキルガーデナー。あ、そうかそうか。スキルの結合とかいろいろとやるんだっけ。うん。あら。あら。かわいい。あら、かわいい。もっとかわいい。もっとかわいいかもしれないわ。特技選定所。あら、また新たな。あら、エルク、エルか。一個上のお姉ちゃんかな。三つ子か、LMN か。うん。でもかなりおっとりしてるね。うん。サイですか。あら、おっとりしてますわ。ゆったりしてるな。ストロングパンチャー、ループスラッシャー、アクセル、ティアセプ、うん。はいはいはい。そういう、どうなんだろう？確率の話？エムルの表情が可愛すぎる。はい。ファイティングスピリット。クライマックスブースト。千万に86,150。まあ、レベル上げしてるだけあってお金もいっぱいあるね、多分。映るですわ。うん。うん。まだ使えないか。お前ティッシュならつけない方がマシレベルの走行だけどね。お？え、これ飲むって。全部飲む、あ、経口摂取じゃなきゃダメですか？経口摂取以外でもしんどそうだな、この量。一気か。さすが、どう、絵面がすごいな。絵面がすごい。わお。インファイト、ハンドオブフォーチュン、アサシンピアス、オフロード、ハンガウルフ。なんか、すごそうなのがいくつかあるな。
ハンドオブフォーチュンとか、アサシンピアスとかも結構すごそうだけど、画廊の闘士って何なんだろう。うん。え、見たい。え、超見たくないそれ。マジンガー？お？ゼリゲバって言った？結構高い？8万？予算い、地名、これボッテルまであるよね、多分ギリギリ。いや予算言わない方がもっと低く見積もればよかったかもしれない。やばい、なんかか、水郷の月。いや、商売上手。商売上手というか、ちょっと、圧がすごい。圧がすごい。けれども、それは、商売に必要な圧かもしれない。これはでも、そういうイベントなんだろうな。低く見積もらないといけないっていう。なかなか容赦がないな。ああ、まあ別のところでプレイヤーに売るっていう運用をするのもワンありなのかもしれない。あ、ゲート、蛇のリンゴ、あら、鉛筆さん、あら、いつものメンバー。まあもうそろ挑むんでしょ。ふん、うん、問題。うん。うん。ああ。そうか、そんなこと言ってたね。うん、あ、勝ち、そういうことか。止めたいけど、でも ねえ、ああそうか、美味しいのに。ねえ、足らかい潰すってこと？違うよね、多分。もうちょい穏便でしょ。うん。うん。うん、まあ、でしょうね。頭のドクロ？
マジ？え？とんでもねえペナルティーだけど。うん。あ、PKK が？うん。してある。ぶっ壊す気？マジで？わあ怖いよ。鉛筆政権ぶっ壊した時みたいに。ああ、いい笑顔。好きになっちゃうかも、あなたのこと。あ、そうか。この作品、エムルと三楽コンビが、かなり現実を言っているっていうところか。何を言ってるのかっていうところだけど、おめでとうございます。リアルペアなわけだもんね。いいですね。おお。かなりしっとりとしたエンディングだね。おお。ガジュマル。ヘブン・イン・ザ・レイン。せっちゃん。なんかすごいしんみりした話になるのかな。大丈夫なのかな。ランスロットだっけ、叩き潰せるのかな。かなり強いよね。まあ、この3人なら制圧できそうだけど。Heaven in the rainオーケー。三楽の後ろ姿。シャンフロ劇場は？おっと、2週間後？え、もう壊しちゃった？ほらほー。日進月歩。サイガちゃん？サイガちゃん。え、まだ苦しんでいる。すごい。ほ。誘いにもう2週間かかっていた。大型アップデート。さあ、これシャンフロの運営。お、ヘルスチェックポータル、ヘルスチェックポータル、デプロイ、ヘルスチェック AI、デプロイコンプリート。アップデート、アップデート画面か。アップデートコンプリート。オッケー。シャングリフロンティア。シャングリフロンティア。シャンフロ議長は、劇場。いいですね。お？開けましておめでとうございます。本当に開けた瞬間から本当にエムルと三楽のニュースでちょっと僕はびっくりしましたよ、本当に。今年もよろしくお願いします。今年もお世話になると思います。お二人のキャラクターには。お？あら、あげる側じゃないの。どっちかっていうと、鉛筆さんが。そうね、稼ぎ度で言えなら、この二人めっちゃ稼いでそう。はい。難しいな。あ、そうね。人参ですわ。かわいい。かわいい。わかりやすい。助かる。サイガちゃん。サイガちゃん。でも、住所聞いたの？勇気がある。そこまで、どうなんだろう。住所は聞けた？どうだろうね。あげましておめでとうございます。頑張れ。頑張れ。
い、というわけで見終わったわけなんですけれども、いいですね。そうかそうかそうか。竜王のお仕事コンビっていうところで有名だったと思うけど、ここのコンビでもあるわけか。日高里奈さん、内田優馬さん、結婚おめでとうございますっていうところで、改めてこうやって見るとエムルと三楽の関係はすごい感慨深いところではあるけれども、作品の中ではサイガちゃんと結ばれてほしい。僕は、三楽はね。いや、いいですね、いいですね、いいですね。さあさあさあ、次回、アシュラ界ぶっ潰していっちゃうぜ、ベベベベベイベみたいなところだと思うんで、ちょっとワクワクしてきちゃうよ、私。マジで、いいですね。もう前回はぶっ壊される側だった鉛筆さんも、今回はぶっ壊す側に回って、多分ウキウキしてると思います。なるほど、そういうシステムにしたんだ。もう PK 禁止にしちゃえばいいと思うけど、なかなか難しいところであるんだろうな。そうやって禁止っていう風にな、んか、そういう風にして、なんか、あれをしたくないんだろうな。遊びの幅を狭めたくない。なら大きなペナルティつけちゃうわよっていうところ。それも覚悟でやりなさいっていうところ。いいですね。なんか運営の本心みたいなものが若干ながら見えてくるんじゃないかっていうところで。できる限り、アーナのコードの規制、ナフナフナフで、改めて調整していくような運営ではないと思うので、そうなると、やっぱり、いろんな要素が増えていくのかどうなのか。でも、今の段階でもかなり要素もりもりだから、ねえ、アップデートが何回行われてるのかっていうのはわからないけど、ねえ、それこそ棒振りみたいに定期的にすごい大型アップデート何回も何回も来るよっていうんだったら、まあ、それなりにやっぱりコンテンツがいっぱい増えて、どれから手をつけていったらいいんだっていう悩みになっていったり、ユニークもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、あれもやらなきゃいけないっていうよりかは、まあなんかおとなしめで、まあユニークっていう一本ありつつも、ちょっとアップデートで色々と変化がありながら、さあさあさあ、この状況の中でどう適応して戦っていくのかっていうところになっていくのかっていうところですよね。アップデートで大きなゲームシステム変更はないのかな、大きな追加っていうことなのかな。にしても、でもウェザエモンは多分あれだよね、やっぱり多分昔からのデータだから、アップデートの影響はほぼ受けないっていう形でいいのかな。改めてさ、なんかアップデートに合わせて攻略するよっていうところだから、なんかやっぱりプレイヤー側に都合のいいアップデートが来るのかな、どうなんでしょうね。少なくともでもやっぱりユニークに合うだけで経験値っていう、そのシステムはちょっと微妙だよな。なんか僕としてはそれ削除した方がいいんじゃないかっていう風に思う。でもなんかあんまり削除っていう運営じゃなさそうだから、そういう方針では来なそうな雰囲気も若干ながら感じるんだよね。会うだけでだって経験値レベリングできるって美味しすぎない？まあだからこそウェザエモンはそういう、多分そうやってレベリングするのを予期してあえて50にするっていうシステムを組み込んでるんだろうけど、かなりプレイヤー有利になっているような気がするんだけど、どうなんでしょうね。いろいろとなんかそこら辺のシステムの変更とかも、大型アップデートって言うとやっぱり僕としてはそっちが気になるよね。どういう変更点があるんだろうっていうさ。大型アップデート来ました、まあそれは置いといてウェザエモン倒しに行きましょうっていう流れなのか、その大型アップデートでこういうシステムが追加された、こういうシステムが追加された、例えばやっぱりこのモンハンみたいに人数に応じて HP 量が変化する、でも今もなんかそうなんだっけどうなんだっけみたいな状態でもあるから、なんか少ない方がまあ有利っちゃ有利だよねみたいな流れだったと思うんだけど、そういう風になっていくのか、少ない方が火力が補正がかかったりするのかとかね、それこそ色々となんかプレイヤーに有利なアップデートが追加されるのかどうのかっていうところが非常に気になるところではあるわけですよね。だからやっぱりどういう風に攻略していくのかは非常に気になるところでもあるし、まあそれこそやっぱりアシュラ界を潰すにあたってどういう風にやっていくのか、もうなんかどんなアイテムを奪っていくのかっていうところも非常に気になるところではあるんですよね、こう見てるとね。いやでもかわいそうだな。アシュラ界蹂躙されちゃうよ。プロゲーマーと破壊神とあのクソゲーマー3人が襲来してしまう。大丈夫ですか、アシュラ界潰れてしまう。生阿弥陀仏アシュラ界、フォーエバーアシュラ界ということで、次回までアシュラ界を楽しみましょう。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。何を言ってるんだ。はい、というわけで以上シャングリラフロンティア第13話でした。バイバイ。14話でした。